海岸や河口近くにいる方は念のためその場を離れまして津波の危険や心配がなくなるまで高台などの安全な場所に避難してください県内沿岸には大津波警報が出されています現在県内沿岸には大津波警報が出されています大きく揺れていますこちらは地震発生直後の様子福島県です、えー、こちらは福島県富岡町です福島県富岡町の海岸の様子です えー、今、波が押し寄せていますえ、津波が到達しています、津波が到達しています予想される波の高さ10メートル以上、当初の予想の3倍以上を超える10メートル以上となっています、津波はこの後も何度も押し寄せます、海岸近く河口付近にいる方は念のためその場を離れてください、津波の危険や心配がなくなるまで高台などの安全な場所に避難してください、現在、福島県富岡町にあります、えー、海の様子です。 今現在の様子です。津波が押し寄せています。岩壁に波が打ち寄せています。津波が来ている様子が見て取れます。え先ほどは画面上にあります鉄塔の上まで、えー、波が上がっていました。そして今、スタジオ福島市のスタジオ内揺れています。そして今カメラでもご覧いただけますでしょうか。カメラが揺れています。余震が来ているものと思われます。余震が来ているものと思われます。落ち着いて怪我をしないようにまず身の安全を図ってください。 日の始末その場で火を消せる場合を除きまして。